九条家本、源氏物語聞き書きは、源氏物語の注釈書である。いくつかの場所に、九条と記された、蔵書院が見られ、候補ではあるらしいものの、九条家本、源氏物語聞き書きとの代戦が付されていることから、この名称で呼ばれている。中野院道勝による、源氏物語の公釈を記録したものとみられる。人物に対する継承の付け方などから、 里村上派に近い立場の地下の連ガ市により記録されたと考えられている。中野院道勝はこの聞き書き以前に大部な源氏物語の注釈書である民工入り素を表している。本書は民工入り素への完成以後の道勝の源氏学の展開を知ることができる重要な資料である。一葉章や林一章といった民工入り素に引用されていない。 注釈書からの引用がしばしば見られる。現在は、実践女子大学上磐松文庫の書像。前後冊からなり、内容は、源氏物語54条全体に及ぶ。何箇所か記されている、公爵の日付から、本書は、中野院道勝が、民港入り素愛を完成させた1598年、以後の公爵を記録したものであると考えられる。また、 御葉勢天皇による、源氏物語の公釈に触れており、御葉勢天皇のことを、陰と呼んでいることから、同天皇の対以後に記された部分を含むとみられる。各館に、次と記された注釈が見られることから、本書は一度に成立したのではなく、一度完成した、あとも数字にわたって造法が行われて、現在の姿になったとみられる。いくつかの場所に、九条とする。 蔵書院が見られることなどから、九条家九造本であると考えられるが、成立当初から九条家のもとにあったのかは、不明である。その他に、月明層なる蔵書院もあるので、ある時期公文層、ソリマチのもとにあったと見られる。九条家本、源氏物語り聞き書きと記された大戦は、この公文層、ソリマチによるものではないかとされている。1969年に、 古書店一聖堂から実践女子大学が購入し、伊碁堂大学の付属図書館常盤松文庫の所蔵になっている。その後、飯春樹が紹介したことによって一部に知られることになり、1988年10月25日から29日にかけて模様された第3回実践女子大学像書店の中世、近世における漫用、源氏山岸文庫を中心に、 の展示目録において、野村誠一によって、初めて紹介された。1996年から2000年にかけて、実践女子大学文言資料研究所年報に、本国が掲載され、詳細な情報が広く知られるようになった。本来、第2冊目にあるべき、第23条発音が、第3冊の第27条かがり日の後にあるといった。 巻所の混乱が一部に見られるが、成立当初からのものではなく、後世の補修に伴う、綴り直しの際の綴り誤りであろうと見られる。本書は以下のように、源氏物語54条を前後お冊に仕立てられている。ありがとうございます。